ぎ、横浜強すぎ。ハイパパで、結局ニューラのオスメスどうすんの。ニューラのオスメスはね、あのよーく見てたらわかるよ、たてがみのところが若干違うから。イノムオスですよ。いや、イノムはまあなんか前回それなりに活躍した臭いからいいや、それなりだから。いや俺あんまりイノム好きじゃないからいいやマンムーは好きだけど俺あんまイノム好きじゃないからいいや。あるよねそういうの。よいしょ。耳なのあれ、髪飾りみたいな感じなんじゃないの。あ、そのあの左耳のところについてる赤いやつが、あのオスはこんな感じなんだけど、メスは超短いから、そんな感じ。俺のマンムーどっちだった、俺のマンムーどっちだったっけ、オスかメスか。オスだったと思うよ多分。あのスカーフマンムーね、オス、確かオスだった気がする。で初手あのゲンガーに対してドヤ顔で自信を打ってくる。ドヤ顔で自信打って、わー、メガ進化したザーマー、はい、自信、ドーみたいな、のが、楽しくて楽しくて仕方ないでおなじみのマンムーね。ガブリオスとか出てきても、何突っ張ってきてんの、はい、スカーフー、はい、ツララバリ、はい、オツー、みたいな。楽しいでおなじみのスカーフマンムーね。サンドムーンどっちやるの、両方やります。ほんとだね、マジピッピ出ないね。やっぱピッピ押してよかったじゃん、ピッピ。タスキゲンガーどうすんの？タスキゲンガーはいません。いません。タスキゲンガーはいません。いません。いません。そうだよ。いません。あたうぅぅぅぅぅぅぅパワー捕まえようぜ、これ。パワー捕まえようぜ。パワー俺好きだから、ちょパワー捕まえるわ。ちょパウア、パ、パウ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 。ダメなの。パワーいらん。なんでパウアー可愛いじゃん。なんでパワー可愛いじゃん。パワー捕まえようぜ。ほら。パウアウオスなの。パウアウ、パウアウ、あ、ジュゴン出てくる。え、ジュゴン出てくる。それマジ。ジュゴン出てくるマジ。オッケー。オッケー、いいぞ。わかった。じゃあ、それは粘ろう。あ、ここなんもないんだ。じゃあ、いいだろう。ジュゲム、あ、ジュゲムじゃないわ。ジュゴン。ジュゴン出てくるまで待とうじゃ。冷凍ビーム、来たー。はい、ゲット。はい、神業マシンゲット。もう、これで負けないですね。横浜三者凡退。2回の表終了。サクサク進みそうですか、これは。まあ、これからゆっくりゆっくりですわな。ジュゴンに覚えさせよう。ジュゴンって冷凍ビーム覚えなかったっけ？オーロラビームだったっけ？レイビーって素で覚えるポケモンあんまり多くないよね。うん。あ、そういうことか、そういうことか。はいはい。ビビーやーちゃ来た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 コスモパワーコスモパワーやばい。 B と D が2段、1段階ずつ上がってくのはエグい。やばい、強い。あー強い。あー、でも回復してくれたからここで再起ね打って落ちない多分。B1 段階上がっ、あ、D1 段階上がってれば多分大丈夫でしょう。
今北どこ？ジャイアンホール。オッケー。おまじない。おまじない。どうしよう。だいたい6割ぐらい。コスミパワー。コスパピクシーはやばいね。えぐいね。メロメロブーボディー。メロボピッピとか。弱すぎるかな、メロボピッピとか。いや、もうこれは捕まえる。いけー、はい。ダークボール、洞窟内だから、ピューン。ピッピー、ゲットだぜ。ピッピピピピッピ、妖精ポケモン。満月の夜、どこからともなく集まり、ピッピたちは踊り出す。次の光を浴びて浮かぶのだ。すげー浮いてる。名前やんか。8750。ちょっと遠め。今更だけどエイフィーメスじゃね。その予定だったんですよ。本当はエイフィーじゃなかったんですよ。本当はブラッキーになる予定だったんですよ。だがしかし、8750 メロメロブなんでそんなに面白かった。メロメロブメロメロブ。いっか。あ、なんかピッピピッピたちが集まってる。こっち来いや。ちょっと待ってな。昔の仲間を傷つけないように説得してるんだとよ。分からず嫌だと思うめ。分かるまで何度も言う。ギエチ様が目論んでいたのは一地方の制覇。ポケモンを解放するのは建前でしかなかった。むしろポケモンを苦しめることになったのです。はいはい、じいさんいいこと言ったね。バーカ。裏切り者の言葉なんか聞くわけねえだろ。バーカ、バーカ。バーカ、クソじじ、バーカ、死ね、バーカ、バーカ。おいお前ら、ここ、そこ通るぜ。何言ってんの、痛い目に遭いたいの。俺は奪われたポケモンを取り戻す。お前ら悪党をぶっ飛ばす。ロットのじいさんぶっ飛ばす。ポケモン一緒にぶっ飛ばす。大切なことを守るためだ。大切なポケモンが自分の信念が気づいても戦うに決まってんだろう。お子様がかっこいいことを言ってんのな。とにかくプラズマフリー、フリーゲー、プラズマフリーゲートに誰も近づかせるんじゃない。こちらまとめてしますよ。あ、ウィーズ。よし。やるか。駿河屋のキャラが未だに定まってない。全然定まってないんですけど。あ、11なの？マジで。適当に。ナイトドゲース。適当に立ち回りつつですよ。よしにー。はぁ、よいしょ。いや、それなりにでも、レベルも上がってきていいね。最近強い。はい。ベートベットはロケット弾じゃないですか。完全にロケット弾じゃないですか。お父さんにモッティの面白い声聞かれて悲しそうな目で私を見てたよ。そりゃなあ、そのお父さんの方が正しいよな。娘は何をやっているんだ。パソコンの前で。よくわからない男の声を聞きながらキャッキャキャッキャしている。私はなぜこんな娘に育ててしまったんだろう。思ってるよきっと。パパに親孝行してあげなさい。うん。俺の放送これからも見ていいから一度ぐらいパパの洗濯物洗ってあげなさい。うん。キャッキャしてない。キャッキャしてるでしょうよ。キャッキャしてるでしょう多分。ほんで、はい。一生守るために戦う。お前ら、行け！駿河屋だったか。探しているポケモン、ダークトリニティ、忍者みたいな連中の誰かが持っているはずだ。わかった。
あいつに会えたら、あんたらの罪滅ぼしだっけ。手伝ってやるぜ。今、キタバコティどうも、こんばんは。なんで洗濯物、言うじゃんだってさ、うわ、お父さんの洗濯物臭いよって言うじゃん、年頃の娘は。それを、お父さんの洗濯物臭いけど、汚かったから我慢して、洗ってあげたんだからねって言ったら、多分、お父さんは、なんか、ネックレスとか買ってくれるよ。適当。ここ迷う？マジで。おー、我が娘が私の選択、ピピーン。お父さんと一緒に洗わないで。その前に別々にしてるのか。してるんでしょ、世の子たちは。スプラトゥーンメンテ、なんでモッティが乾燥したから。なんで野球中断、なんでなんでなんで、あ、雷が鳴ってんの。いい、雷鳴、雷鳴轟いてるな、う。マジ。は？は？え？ちょ、わかんない。どこ歩けばいいの？あ、戻ってきちゃった。え？雷鳴ってんのか。一時中断ね。階段ある？嘘。嘘。俺この階段の形嫌いなの。やだ。手前階段、奥階段っていうの、手前階段っていうの、俺嫌いなんだよね。わかんないよね。あ、ダークトリニティ、よし、行く。先に行く。先がどっかわからないけど。で、スプラはなんでなの？モッティがカンストしちゃったから。そういうこと？ワゴティどうも。よし。モッティバンする準備。いやー、ちょっと、コメント欄あれですね。コメント欄じゃねえわ。いろいろ心配だな。大丈夫かな？キッズが荒らしたから。あ、でもあれなんじゃない？もしかして、いよいよ最後のメンテナンスとかなんじゃないの？とうとう。もうこれだけずっとやってきましたけど、もう本日をもちまして、スプラトゥーンのメンテナンスは最後になります、みたいな。一番最後なんで、皆さんに、なんか、ウニをいっぱいあげます、みたいな。ダウニーの生首です、どうぞ、みたいな。これを被るとダウニーになります、みたいな。それだったら事前通知する。あ、あれか、緊急メンテなのか。緊急メンテなのか、今なんかサーバーが落ちたとかそんな話なのか。そっちなのか。ギア操作し放題、その通り。もうどうぞ、ご自由に偽ブラガンガン作ってください、みたいな。そうしてほしいわ、マジで。もう偽ブラしか、あー、噛み砕かれたから死んじゃう。死んじゃったー。あ、5時くらいからしてるんだ。意外としてたのね。チコリンでいいかな。それできたらスプラトゥーンすぐ飽きそう。飽きはしないでしょう、別に。別にそんななんか、それできたところでさ、だって、大して変わらなくない？ハイドラ確定10発でいいよ。リッター確定10発にしない。リッター確定10発。52ガロンも確定10発。いいじゃん。あ、じゃあ、そうしない？確定10発になる代わりに、10発受けたら復活できない。ダイナモは、ダイナモキル取れない武器になったらいいと思う。ダイナモはもう、相手にインクが当たらない武器になったらいいと思う。当たってるような風に見えるけど、やべえ、波乗り打っちゃった。やばい。まずい。やめてルギアが水浸しを、やめて
沼ったな。完全に沼ったな。洗濯機は、洗濯機は、もう振ってるだけでエリア全部濡れるから。一回パーンって振って、全部濡れる。直撃取らなくても、はい、相手は死ぬ。振ったら相手は死ぬ。竹は、竹をガチマッチに持ってきたら勝ち。あまりにも使用率が低いので、竹を持ってガチマッチに来たら、無償で勝てますよ。そういうのでいいよ、もう。僕の考えた最強の武器。いや、パブロの射程はリッター並みになる。それでいいじゃん。なの、射程だけ変わる。射程だけ変わって、リッター並みの射程を持ちます。クロガロンは、弾が出ない。弾切れ。おっと、お会いしましたね。元プラズマ団のというか、待ってましたよ。ロット様に連絡したのは誰も助けに来ないし、それは辛いんですよ。周りの連中ったら N 様のことも罵って、N 様は過ちに気づかれ、自分の道を自分で決めて進まれたのに、それを裏切りと言うんです。みんなひどいですよね。勝手に期待して、勝手に裏切られたと騒いで、本当だな、どっかの誰かみたいにな。このフロアですよね。パイプの迷路になってます。スイッチを踏むことでパイプが繋がったり途切れたり。ちなみにパイプの上は歩いて進めますよ。ウィ結構長いのな、ジャイアントホール行ってから。マジか、結構長いね。なんかもうジャイアントホールあたりで一回クッと終わるのかなと思ったら、そんなことないんだね。甲子園めっちゃ降ってきた。順延。え、まさかの順延？そんなまさか。そんなまさか。そんなまさか。嘘でしょ。マジで言ってんの？うわぁ、土砂降り！あー。あー。マジかー。月曜日の第一試合に順延とか、ノーゲーム、うわー。うわぁ、見れないやつじゃん。マジかよ。まだ中止の発表されてない。まあ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 、それはコメント見てたらわかるけど、うん。マジか。雨音がうるさくてモッティの声。だ、そういう時こそイヤホンですよ。イヤホンはいいですよ。銀色の風。はい。あ、そうだね。だから、ゲリラ豪雨とかのそういう可能性もあるから、それでどうにか。なんとか耐えてくれ。今日やってくれ、この後。この後やってくれ。あ、でもどうなの？あのさ、あれじゃん？雨上がったとしてもさ、甲子園ってさ、あれじゃない？その、ある程度の時間帯までしかできないみたいな制約ってなかったでしたっけ？なんか、あんまり夜遅くなりすぎると、それはそれでこうなんか持ち越しみたいな、昔なかったっけ？このままコールドだと、いや、ノーゲームだからないよ。まだ。2回とかでしょ。なんかなかったっけ、俺昔あったような気がするんだよな。雨天中止で高校生は21時までなの。まあ、ナイター完備はしてあるけど、なかったっけ。かなり遅くまでやってた。でもさ、なんか8時9時ぐらいまでやってるイメージってなくない？9時ってないよね。グラウンドぐっちゃぐちゃになりそう。なんかな。長くなるのか。じゃあ仕方ないからモッティの生放送を見るか。ポッチいいですね。ドクターいるね。モノズ。あー、モノズめんどくさい。どうしよう。パワージェの方入るかな。あれ、モノズってドラゴン入ってない？もしかして。入って、るよね。モノズは入ってるよね。
この生放送いつもあるん。ちょっと5時に終わろうかなって思ったけど、ちょっともうちょっとやるわ。ちょっと進んできちゃったからちょっと やるわ。じゃあね、5時40分ぐらい、40分ぐらいで終わりかな。ね、あ、ちなみにあのオープンレックに筆縛り上がってるんで、よければいいな。もう一日中モッティ三昧ですよね。全部やろうと思うとだいぶかかる、マジで。でもまあ20分でキリがいいとこまで、あ、行かないか。じゃあいいんじゃない、途中でやめても。しぐみいいんじゃない。75パワジェ、あー、どうしよっかな。でも虫はいらないよな、しぐみ。どっちがいい、しぐみとパワジェどっちがいい。火力で見たらしぐび、範囲で見たらパワジェ。え、パワジェの方がいいよね。個人的にはパワージェムの方が使えるイメージあるんだけど。あー、でもそうか、草タイプとかに対してしぐびか。じゃあこっちでいいや。いや、コットンガードは消さない。ちょっと悩むよね。パーティー相性的だよね。コットンガードは消したくないんで消さないです。じゃあ、 あれかもな。このパイプダンジョン、適当に回ってて終わりかもな。うん、とりあえず下っ端全部倒す。母子森。よかった。変えてよかった。パワジェのまんまだったら立てなかったわ。剣の前。今ハイライトやってるよ。ハイライトするほど試合やってなくないか、まだ。三振の場面がさらされるだけじゃん、それ。かわいそうじゃん、三振した人。あ、てか倒さないと先に進めないんだ。マジか。三冠しよう。あ、パワジェ効果抜群？あれ、虫タンだっけ？あ、あ、ちょ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 、あ、そうか、虫草か。あ、虫草？あ、虫草か。あ、うん。あ、うん、うん。庭。疲れてますね。モッティは疲れてますね。もはや。から元気ずるい、それ。ずるくない。弱い。よし。52。なんだと思った？え、なんか、草タイプに対して岩技って今一つじゃなかったっけかなって思った。そこっていう。あ、あ、そこ通れなくなるんだ。へぇ。あ、そういう、あ、めんどくせえ、これ。あ、超めんどくせえ、なにこれ。え、帰れない。あ、積んだ。積んだ。タイプ相性ちゃんと覚え直さないとな。しっかり覚えないとね。真剣に中止ありそう。雨強まった。中止か。それはそれで悲しいけどな。じゃあ、見れないってなったらもう諦めがつくからまあいいけど。チン。どっちの方が早いんだろう。波乗り。あ、ワニの方の方が早かったわ。
うち甲子園まで15分のところに住んでるけど雨降ってない。嘘でしょ。え、なにそれ、嘘で、そ、マジで、なにそれ、え、マジで徒歩15分圏内で降ってる場所と降ってない場所があるって。選手の顔が死んでる。いや、そりゃそうでしょうよ。そりゃさ、世紀の一戦、よっしゃ気合入れに行くぞっつったらさ、2階の表今裏だっけ、終わった時点でさ、雨降ってきたらそんな選手の顔も死ぬでしょ、そんな。で、ゲリラ豪雨だったらどうにかなるの。いや、しぐみ俺多分ね、落ちないかなと思って今変えた。てか普通になんか地震とか来たら俺嫌だったから、めんどくさいから嫌だ、言いたい今の。あんまり原型使わ言いたくないから、極力。スプラメンテで今来たことって、いや、ずっとやってんだね、スプラメンテね。長いんだね。スプラメンテもめっちゃ長い。ちゃこっちゃも、何もかも長い。暇だね。暇な時こそ、だらだらゲームを楽しみか、だらだらモッキーの生放送を見るのが一番ですね。横浜 PL のハイライトやってる。横浜 PL？ 横浜 PL？ あ、昔のってことか。和骨です、どうも。あ、あ、昔のってことか。そういうことか。やることなくなったんだろうな、NHK も。やべえ、どうしよう、どうしよう、みたいな。過去のやつか。あー、ワープしちゃった。あ、なんか、あ、バリアが解除された。やったぜ。やったぜ。一個解除したぜ。イカの甲子園もやることなくなってきたからな。いいと思う。こう、野球、そうだな、甲子園、なんかどうなるかわかんないけど、それなりの時間になるまではちょっとやるか。さすが松坂大輔。よし。あ、さすがか、あ、関数透明です、どうもです。ザンザンザザン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 。剣の前、剣の前。今後スプラ何やるの？え、今まで通り。今まで通り、特に何も変わることなく、やっていきますよ。ええ。何か特別なことをして、うっそ、急所。手元動画、まあ、機材のあれとかいろいろ考えながらやるけど。スプラのシーズン、ちゃんと見た？秋野の動画、最後の最後まで。いろんな武器を使って、また楽しんでいきますよ。で、それなりにたまに、それなりになんかそういうの作るよみたいな。いろいろやるよ。いろいろ、いろいろやる。今後のスプラトゥーンはいろいろやるが目標です。こうか。わかんねえな。よし。これで多分、地上の敵全部倒したんじゃない？ノバの初期ギアとか見たい。初期ギア縛り俺あんまり面白くないなと思ってるからやんないかな。まあ、おつどうも。チャージャーでカンストは俺が多分ストレス溜まって、スプラトゥーンやりたくなくなるやつだからやらない。やだ。やだるい。ボルケニオンが再生数トップ10ってマジだよ。トップ7ぐらいで。ミルガンプライム若葉。なんかだからそれなりになんかいろいろ使いたいなと思ってるから、それなりに多分触る。だからシーズン5の前半はさ、ちょっといろいろ触ってたじゃん。ヤグラとかエリアとかで。そんな感じで、ちょっと普段使ってない武器ちょっと触ろうかなっていうのを多分やるよ。で、なんかその中でフィーリング合うやつを、じゃあちょっとこれでカンストやろうか、みたいな感じにするよ。するよ。そういうつもり。
スクショしたい画面でホームを押してミーバース、いやあれじゃん、スマホで写メ撮ればいいじゃん。なんでわざわざみんなスクショしようと頑張ってんの。パベルと来た。スマホでテレビの画面撮ればいいじゃん。よいしょ、二つ目来た、オッケー。よっしゃー、それでいいじゃん。それを持った、あ、三つ目来た、よーし。そんななんかさ、正式に撮ろうと頑張ってるの。スクショとか超めんどくさいじゃん、だって機材なんかいらないじゃん。ガチマジです。モッティのガチすぎるマジです。モッティに証明するならスクショしかないから。マジか、モッティ厳しいな。めっちゃ厳しいじゃん、モッティとか言う人。めっちゃ厳しいじゃん。俺はスマホの写メとかでいいと思うけどね。ミーバースはツイッターでよくね感ある。ミーバースってなんかわざわざミーバースでね、あれなんか用意する必要性わかんないよね。お前だよ。だってなんかそういう書き方されてたから。ゲンカタピーマーミーバースいちいち起動するのめんどくさい。それめんどくさいよね、ピッピッピッピやんなきゃいけないのが。それすごいあるわ。プラス1、あ、来た、バリア全解除、切った、よーし、よーし、オッケー、来た。あとは戻ればいい、あとは戻ればいい。戻れるかどうかわからないけど、戻ればいい。戻れる。これ戻れる。これは戻れる。これは戻れる。にゃ。これは戻れる。にゃー。戻れた。にゃー。戻った。戻った。その装置は壊せぬ。ということは、キュレムはそこから救い出すことはできぬ。と言って、諦めきれぬか？ならば、引導を渡すのが私なりの優しさなのだ。来た。間に合ったか？キリがいいところまで来たか、これ。キリがいいところまで来たんじゃねえのか。フリージオ、そんなの大文字で一発で抱ける、大文字でいけー、効果バツくんだ。よし、あ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 、こっから無駄な会話が続く。あ、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 で結局さ、いや直そう。めんどくせえ。考えるのめんどくさい。考えるのをやめた。ワコッティ生初見、どうも。ワコッティポケモンやりに江ノ島行ってた。今どこ？美容、美容船。一回これ削って、そうなんだよな、大文字自分が打つ側だと解けないんだよな。まと、炎をまとう系の技は氷は解けるっていう、そういう結論に至ったからね。晴れた？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 甲子園球場晴れた。おお、ワコッティどうも。でも晴れたとしてもさ、あれじゃん、まだドロドロじゃん。その辺のなんかやらなきゃいけないから、もうちょっと時間かかるんじゃないの、じゃないの。まだ曇ってる。あ、死んだ、嘘。砂まかないとでしょでしょでしょ。どうしよう、何のこといっか。なんかモッティのオープンレック なんだか、モッティのオープンレックってみんなコメントしないよね。
なことないよ、別に。そんなことないよ。ちょっとまあ、コテハンが見えてるからやりづらいっていうのはあるかもしれないけど。ちょっとまずくない？実は微妙にまずい。コメントしづらい空気ある。本当に？それは別にオープンデックだからじゃなくて、若干その10秒ぐらいラグがあるっていうあれと、あのスプラトゥーンっていうゲームの特質なんじゃないの？じゃねえの？コメしたらこちらに利点があるんですが、そのコメントを拾うことによりより面白い生放送を見れることがある、可能性がある。マホティどうも。あんまコメしないからコメしづらい。それは何とも言えない。いやー、これ一回回復。あ、動画か。動画はそうだね。動画はまあ確かにしづらいかもしれないね。うん、別に。でも YouTube のコメント欄と、なんか役割的には大差ないと思うけどね。そうか、動画のコメント欄は確かにしないかもね。名前見えるからコメしづらい。 YouTube のコメント欄だって名前見えるだろうがよ。別に同じじゃねえかよ。何も変わらなくないか、特に。むむ、負けるとは。最後に笑うのはプラズマダンで R。 あれ、こっから長くなるんじゃねえの？ニコ生コメいっぱいした方がまあ面白いと思う。あれ、まだなんかある。うん、この先に行きたければもう一つのパワーワープパネルを乗りな。もっと先に行ったらコテンパンにされるだろう。もうちょい行ける。どうしようかな。この辺に終わろう。この辺で終わろうかな。キリいいよね。なんか割とキリ良くない？ここ。割とここキリいい気がするんだけど、個人的に。それなりに。そんなことない？あ。それなりに。いや、あのね、なんでそういうことを言ってるかというと、言ってるかというとですね、ちょうどね、多分録画ファイル的にね、このタイミングで切るのがね、一番いいんですよね。で、これ、ここのまま続けると、あと、はあ、あ、違う、ここそうか。あとまた45分ぐらい、やらなきゃいけなくなるんで、めんどくさい。っていう。俺の中ではものすごいキリがいい。編集どうのこうので時間は超えられないんだよな。迷った。いや、ちょっとこの辺にしようぜ。この辺がちょうどいいからこの辺にしようぜ、今日は。そうだよ、お腹、腹8分目ぐらいが一番いいんだよ、世の中。なんかそれより食べ過ぎちゃうとさ、太るよ。もっと食べたい人は、もっと食べられる場所で食べたらいいんだよ。そう。YouTube とかオープンレックみたいにね。キリ。待って、もう帰れないんだけど。帰れないんだけど、その前に、上に行けないんだけど。助けて。帰れない。ああ、違う。ああ、ちょっと待って。こう。ああ、来た。うえーい。ということでね。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあ次回はこの続きからということで。よろしくどうぞ。よし、お疲れ様。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。最近ツイッターのお返事率、 DM、 リプライともに低くなってきてしまって申し訳ございません。ちょっと時間がなかなか取れずということなんですが、時間が取れたらまた返していきたいと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。